はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。土曜日ですね、3日ですか、7月のカレンダーが見えるようになってしまいました。もうすぐ12時になろうとしています。まったりとした午後になりそうですけどね。今日はちょっと早めかな、早めに帰らなかったんですけどね。実は今日は11時過ぎに来てですね、すでに1本撮ったつもりでおったんですけど、なんと音声の事故でですね、入らへんやん。なんかよう分かりませんね、これね。音声がうまく入るときと入らないときとあるんですよね。でどうもそのコードのあり場所が悪いとか、なんかそんなんらしくて、もう、まあ、技術的なことはよう分からんという。だから一本これ取り直してるんですよ。さて、そのネタなんですけども、日本経済新聞で、本日7月3日ですね、朝の5時に出た記事でこうなりますね。住宅ローンが払えない、コロナ禍で広がる任意売却という記事でして、最初読ませていただきますと、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、失業や収入の減少で住宅ローンの返済に行き詰まる人が増えている。金融機関は一時的な返済猶予には応じているが、状況が改善しない場合は物件を売却してローン清算に充てる任意売却などの対応を迫られる。コロナ禍で広がる我が家の危機を負ったということでですね、ケーススタディでですね、近県に住む38歳の男性がですね、なんていうんですか、美容室に美容用品を納める仕事の営業をしてたんですけども、美容室がですね、コロナ禍でですね、あれですね、営業不振に陥って、私昨日散髪行きましたけど、私の場合別にコロナであろうとなかろうと散髪の回数が減るっていうことはないんですけど、女性の場合はなんかあれなんですね、なるべく行きとうないわって言ったら我慢できるみたいですね。だから美容院でもですね、売り上げが減ったというところがあるようでして、それに合わせてですね、その美容用品の何でしょうね、化粧品とかですかね、化粧品、何やろ、よう知りませんけど、会社が不振になって仕事が悪いになったんだけど、やっぱり追いつかずに、住宅ローンの返済が滞ってですね、最終的には家族と奥さんと離婚して、という話が出てて、なんとも痛ましいんですね。でそれの後にですね、この、住宅金融支援機構がですね、2021年5月末時点で1万件超の返済条件変更に対応したというような記事も、というか中身もありましてですね、見てますと去年の6月にグワーンと増えて、徐々に減ってきてたのが今年に入ってまた増え出しているという感じですね。4月5月コンコンと減ってますけど、この住宅金融支援機構が扱っているのはフラット35なんですよ。フラット35というのはですね、金利が高いんです。金利が高い分審査が緩いんです。なんで本来その変動金利だと 0.4 とかで借りられる人がですね、金融機関の審査に通らずに、じゃあフラット35行ってくださいって言われてそっちに行くと通ったりします。その代わり 1.5% とかになります。 1.6 とか、年間ね 1% 高いとですね、例えば仮に5000万円借りてると50万円高くなるということですね。それを一月にすると4万円高くなるということになります。それはなかなか大きいやんということでですね、返済額増えるんですけども審査が通らないとしょうがないやんということですね。だから割合ですね、金融機関の審査にで厳しい審査には通らない方がフラット35を使っていて、そんな中の人たちのうち1万5000件ですか、1万件超がですね、返済条件の変更になっているということです。で、言ってみればこれは氷山の一角ですね。日本全国でですね、住宅ローンを返済中の人っていうのはどうでしょうね、150万人ぐらいいるんちゃうかなという気がするんですけど、そのうちの1万人になったら大したことないやんって、1% 以下やんっていうことですけど、これ氷山の一角ですから、10倍ぐらいはいらっしゃるんちゃうかなと思うんですよ。例えば150万分の10万というふうになると、これはですね 6. 何パーというふうになるんで、そんなに低くない率ですね。実際たくさんいらっしゃると思います。
ますし、任意売却増えてるというふうな記事ですので、これはあれですね、状況は悪化していると考えてもいいと思います。なぜコロナで思った以上にですね、不況というか、まあ不振な業種がの不振が長引いているということになりますから、まあ美容院業界もそうでしょうし、まあ旅行とかね、観光業界は一番響いていると思います。都心の飲食店もね、響いています。またそれにその品物を卸している会社もですね、響いていると思います。そういう業種に携わってきた人がですね、予定外に収入が減ってですね、住宅ローン返せなくなるという状態になっているわけですね。今後増えるでしょう。で、僕もっと早く増えるかと思ったんですけど、やっぱりその政府がですね、まあちゃんと面倒見たれということを金融機関に言うたもんですから、金融機関はほぼほぼごめん返せへんね、返せなってんって言うたらですね、ほぼほぼ本人はこうしましょう、ああしましょうってこう変更に応じてくれるわけです。まあよくある手がですね、しばらくは金利だけ払ってくださいということですね。で、あるいは あと20年で返済っていうのを30年に伸ばしましょうとか言って、それで慣らしてしまうと月々の返済額は減ると言うときますけど、返済額が総額で減るということはないんですよ。借りたものは必ず返さなあかんというのが基本ルールですから、伸ばしたところで金利負担が増えるだけなんですけど、まあでも目先はなんとか買わせるかもしれないと。で、半年なり1年なりで収入が元に戻ればまた元戻したらええやんということですね。でもそれでもうコロナ始まって1年半ですから、対応しきれなくなって、やったらしゃあないねということで売却というふうになっていく。これが任意売却ですね。で、3ヶ月滞納しますと一括返済求められまして、そっちは競売に行きます。競売に行きますと、まあ、安数でしか売れませんから、任意売却の方が高く売れますので、任意売却で売ってしまうのがいいと思います。返済に困ったらまず金融機関に相談ですね。それが一番いい方法でして、でそれでもうあかんなと思ったら任意売却。任意売却の業者もですね、ここにどう言いますかね、悪徳業者の例も出ていますけども、なるべくまあいい業者を選んだ方がいいと思います。で、一番やってはいけないのはカードローンを貸してとりあえずの返済に回すと。これが一番最悪手ですね。その次はほったらかすこれも悪手です。そういうことをやってると最後はもう競売になってしまいますんで、であれは借金、余計な借金がいっぱい増えますんで、例えば5000万の残債があって5000万で売れればですね、まあいいんですけど、まあ本当は5000万でダメです。5500万ぐらいで売れないと手数料とかありますからよろしくないんですけど、まあまあ5000万の残債があって5500万で売れたらええんねんけど、いいんですけど、4500万でしか売れへんかったって言ったらですね、この残り500万プラス手数料はですね、残債になります。残ります。家がないにもかかわらずローンは払い続けなければいけないということになってしまいますので、そうなるとかなり悲惨なんですね。このバブルが弾けた後には必ずそういう人が出てきてですね、でもう返しきれないっていう場合はもう自己破産ですね。返せるんだったら返せるということになりますね。そこに救済措置はないんかと言いますと、いや実はいろいろ裏の手はあるんですけども、まあ簡単には金融機関に許してえなって言って許してもらう手があるんですけど、まあそれは誰もが使えるわけでもないんでね、弁護士をかますとかそういうことをしなければいけないんですね。まあ個人でやっちゃう人もいますけどね。まあ金融機関も金融機関でね、もうチャラにすることできないんですよ。その分利益だとみなされるわけですね。だから税金かかるんで、いろんなルールがありますから、まあそれは、弁護士なりに相談をしてください。私のところコントロールしてくださいね。私そういう専門家でもないし、相談を受けてね、あれです、お金も取れないんですよ、そうやって。ほぼ弁護士業務ですから。あるいは税理士でもないか、弁護士業務ですね。なんでお金いただけないんでね。で、そんなにスーパー解決策を知ってるわけでもないんです。はい、で任意売却が増えてくるとですね、そのあれですね、市場には売り物が多くなるんで、価格の下落圧力ということになります。でこれも今年に入ってからもう2倍増えるでって言ってたんですけど、全然増えませんですね。まあまあ実は増えてるのかもしれません、実は増えてるのかもしれませんが、目に見えては増えていなかったんですね。ところがこの日経新聞にこういう記事が出たということは、メディアが感知するところになったわけですね。メディアが感知してるっていうことは、かなりその現象はもう進んでるということなんですよ。
だから私の知らない水面下でですね、人媒って増えてきているのかもしれません。でもその増えてきて僕の目に留まってですね、うわこうなったらなってると分かるのはやっぱりあれですね、そうことが起こり始めて最低でも 2,3 ヶ月はかかりますんで、今水面下でそういうことが起こってる可能性があるねというのがこの記事でございます。これ有料記事なんでね、貼っときますけども、有料契約なさってる方、まあ10本まで無料ですけどね、貼っときますんで、ご興味のある方は読んでみてください。はい、どうもありがとうございます。